ボーカロイドの祭典のプロモーションビデオに、一握りの天才だけで動く世界などつまらない。その、今の自分的には悪夢が、ちゃんとあるわけで。同意も多いのがさらに不安と懸念等、増大もさせる。ユダヤ教の王、その理想は良くも悪くもまだちゃんと生きてるわけだ。主観的な感覚としては、先の、重力加速度が 1.02 の異世界、の道理を現実に適用。それを目指すわけだが、それは物理的に否定され、多く価値にならない。結果として、不足するお金を、どこからか調達せねばならず、結局その内部的には、売春、を要求することになり苦痛が、状況をさらに悪くさせる。奇妙と言うべきか、その理想を優先するとき、少なからずの切り捨てが発生してる。罪なき少数を切り捨てても自身らの衝動を優先する、というのが独裁性なわけだが、それは価値にならない。